30分配信して、でちょっといろいろ準備して時間があったらまた配信しようと思います。もうね、今日は化粧全くしてないし、今コンタクト入れてないので裸眼なのでね、目がチルチルです。しかもめちゃめちゃ寝起きたてだからやばい、めっちゃ眠い。ほんとベッド変えてから、そうギガがあるうちにね、ちょっと配信しとこうと思って、まあギガがなかったら今日は配信しないけど、ギガがあったら配信します。かな。なんか私ってこんなに元から目食い込んでるんだ、すごくない？ここの食いって感じが、なんか爪みたい。キュン。食いって感じ。なんかあれ出ましたよね、あれ、プロフィール画像が変わりました。そう、ね、年内のそれこそなんちゃら納めとか遊び納めとか言うやん。やばい、なんか全然前髪がいい感じにならへん。この一本の束が、こっちが一本になった。結構さ、遊び納めとか仕事納めとかいろいろ言うじゃないですか。私はそれで言うと、最近はアクロバット納めをしてきました。そう、アクロバット納めをしてきて、そうですね、今はなんかアクロバットの技もそうなんですけど、今はいわゆるトリッキングとかパルクールの人がやるウェブスターっていう技を今練習してて、なんかウェブスターっていう技を今練習してます。なんかロンバクとかもやってたんですけど、ちょっと調子が悪くなったので一旦別のものをしてみようっていうことになって、でロンバクをするかってなりました。そう、なんかそう、昨日アクロバット納めしてきたんですけど、まあ側宙とロンバクとウェブスターとをやってきましたね。最後に楽しかった。アクロバットってダンスに影響しそうって感じる？え、そんな感じないかも。赤い星ありがとう。ちょっと目だけの出演にしようかな。ちょっ
今日は目がちょっとだいぶキュルキュルしてるから目だけの姿勢にしよう。ていうかマスクつけたいな、喉痛いっていうか、なんか鼻がムズムズだから、ちょっと多分暖房かけすぎてるんだと思うんだけど、万が一のためにマスクしようかななんて思ったり、自分の喉を温めるために。っていうか明日福岡じゃん、明日福岡じゃんってやばいね、明日福岡じゃん。福岡に行ったらね、まあ明太子とかもそうなんだけど、よりよりっていう食べ物を買えるんですよ。より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 を買える。だから私はよりよりをまた買って帰ります。2袋くらい買って帰ろうかなって思ってる。よりよりなんか今日涙袋いいね、ぷっくりしてる。あと昨日はお姉ちゃんが家に来てた。そう、あれは長崎のお菓子なんだよ。昨日お姉ちゃんが家に来てたので配信ができなかったっていうのもあって、そう、お姉ちゃんがなんかまあライブ、こっちでなんかあるライブがあって、まあそれはちょっと言わないんですけど、あるライブがあって、であるライブのためにまあ夜行バスで朝から来てたんですね。で毎日に荷物を置かせてほしいって言われたので、あいいよって言って荷物を置かしました。そう、そう、でなんか混んでたみたいで、帰りがめちゃくちゃ。お、靴下ありがとう今日。そう、混んでたみたいで、なんか時間バスに乗れないみたいに言ってて、あそうなんとか言って、バスに乗れなかったみたいで、でちょっと前お願いがあんねんけど、駅くらいまで荷物を持ってきてくれんかって言われて、あいいよって言ってガン出して荷物を渡して、してました。うん、そう、めっちゃ眠い。でも明日のために松葉行ってきたんですよ。あと髪の毛も行ってきたからいいんじゃないですか。これ今まつげ何も塗ってないですから。あといろいろ買いました。カラコン3種類買ってどれがいいか付け比べようと思って、なんか割と瞳に溶け込むやつの方が眉も好きだし、キバくならなくて皆さんも好きかなと思って、瞳に溶け込めそうなやつを買ったら、思ってたよりも自分がなんか黒に近い目の色っぽくて、なんか茶色を買ったらなんか合わなかった。3箱も買ったのに。あとなんか黒目のなんていうの、外側がなんかちょっとコンタクトレンズがちっちゃかったのか、なんか発色 してなくて、なんか黒元の色、なんか中心がその色みたいな変になっちゃった。そう、足りなかったです。そう、人
とは黒目の大きさ一緒って言われてるのにね、なんで合わないのって思いましたけど、まあ、まあまあまあとりあえず2日間なので、まあチュルンチュルンチュルン系のまあカラコンでもともと使ってるやつでいいかって、新しいやつ3箱も試したのにマジでちょっとショックショックですよ、ショックショック。もうなんかでもね、あとね昨日はね可愛い、可愛いパウダーを買いました。可愛くないですか？パーフェクトダイアリーのずっと買いたかったパウダー。白、これ色めっちゃあるんよ、白とか、あと忘れたけど白とかいろいろあるんですけど、なんかあのパッケージが可愛かったのでこれにしました。冬っぽくてね可愛い。はあはあ、うんが眠い。そう、パッケージがおしゃれなのよ。そう、カラコンもね3種類も買ったの。まあ、全部持ってくけどさ、みんなが好きそうなやつつけるわ。カラコン昨日めっちゃ考えながら選んだのに、そう悔しい。個人的にはハパクリスティンのなんか黒とブラウンが混じってるやつが一番漏れる気がする。それ買ったつもりがね茶色だった。でもあのフェリーアモのシアーブラウンも結構いいです。そう、しかもねカラコン見に行ったらさ、それこそマイカさんのドレミとかさ、ドレミで合ってるなんかとか、あとミリニャさんのミレディとかがあって、わーってなってた。嬉しかった。すごい素敵だな、可愛いなってなってたのよ。あとね、あーやばい、はあ、あとシャンプー買った。なんか試供品のシャンプー試すの好きなんですよ。なので2つ買った。あ、4つか。ナンバーズってやつと夜とセラです。もうすぐシャンプーなくなりそうやからいいやつをと思って買いました。お腹空いた。いやでも普通は実やしな、さすがに食べるますね。まあ、最近パンめっちゃ好きで、パンめっちゃ好きなんですよ最近。パンの素晴らしさに気づき、なんかパン屋さんとかめっちゃ行く。でもツアー前でケーキは食べてないけど、ケーキに見立てたセブンイレブンのシュークリームとあのチキンはケンタッキーで食べました昨日。なんかあと何やっけな、あの思ったんですけど、昨日夜ご飯にケンタッキー食べたんですね。でそしたらなんかめっちゃなんか今はクリスマスメニューなんですけどって言われて、なんか普通のやつもあるんでって言われた瞬間に、お
そういやクリスマスの時期やなってなりました。ツアーツアーって思いすぎて逆にクリスマスっていう概念が薄れてました。そうイブイブ、そうイブイブアクロバット行ったら、あ今日はイブイブだねって先生が言ってて、あそうですねって、あの俺はもうイブもクリスマスも仕事やって言われて、あそうなんですねあそうなんですねってすごいひどい言い方しちゃったけど、まあ、あ私もですよって、私はまあ仕事っていう概念ではないけどね、楽しいライブなんで、なんせねたくさんの人と過ごすってなるととってもとっても嬉しいですよ。前もすごい楽しみですね、やっと各地に会いに行けるっていう気持ちが強いかな、どちらかというと。あと関西の人はあれやね、会いに行けるって感じやね。そう関西の人待ってたって。あとは宮城は東北やから、あのいきなり東北さんさんとのあのライブで宮城の東北の方はね、あとは沖縄ですか、九州は九州地方が福岡でしょ、九州地方が福岡、愛知、北海道、北海道とか沖縄とかも行ってみたいですけどね。北海道よくちっちゃい頃行ってましたよ。北海道ちっちゃい頃になんかママとマイと、ママとマイと友達のママと友達と行ってました。そうお姉ちゃんがその時確か留学やったのかな、いやでも留学の時期じゃないか、受験の時期かな、分からへんけど、うん、なんか行ったことあります。ホテルでくまちゃんもらいました。埼玉、あ埼玉行きたいな、普通のくまちゃん、埼玉行きたいな。それこそ埼玉とかさコノアとかさのあれ凱旋じゃん、行きたいね、喜びそう。コノア私のですね凱旋ですよ嬉しいですよって言ってそう、ちょっとアリスに似てたの今のはそう喜んでそうっていうただの偏見やけどよし、とりあえず10時までやったらまあ準備とかしようかな。クリスマスイブに一人でカラオケ来てるので大丈夫やで、大丈夫大丈夫、舞たちがいるじゃない。大丈夫だよ、舞たちがいるやないの、安心していいねんで、大丈夫。それこそあれあの何ですか、あのね、クリスマスは前らと一緒に過ごしましょう皆さんクリスマスはね、まさか他の人と過ごすなんてないですよね、そんなの。他の人と過ごすなんてないですよね。
あったらボーンしてましたよ、ボーン。ボーン。なんかここまでに鼻が収まってほしい。でここが口であってほしい。でここが顎であってほしい。一で予定変更してもらって皆さんお願いします。よろしく。はい、前と過ごしてもらって。おはよう。おはようございます。まつげめっちゃ密集してる。最近まつげの調子はいいです。なんかめっちゃあって頭にやっちゃった。キルキル。あ、どの手紙も届いてないです。前に出してくれたって言ってくれる人もいるんですけど、本当に送ってるのかなって。多分今は多分あの事務所の方が見てくれてるんだと思うんですけど、それか届いてないか。ツアー超ファイティン、ありがとう。 Watch me Watch meはい、福岡来る人手挙げて。手あげて、福岡来る人手あげて、福岡来る人手あげて、福岡来る人手あげて。いいですね。大阪来る人、大阪来る人ハート打って、大阪来る人ハート打って、大阪来る人ハート打って。ふん。面白い。ハートしか打ってなかった。なんかキュンみたいな。ふん。今日はパン食べようかな。そう、まあまあまあ地域でなんていうんですか、地方で見たら地方で見たら凱旋になります。今日はもうすっぴんにほぼ近い。アイライン引いてみたけどなんか発色してくれんかったし、口は全くなってない。あ、嘘ついた。口は塗ってるけどそれ以外はもうノータッチ。あと前髪の調子が悪い。めっちゃ割れる。おはようございます。ファンです。ふざけてますか。ふざけてるの。もうパッキング完璧ですか。一個もしてない。昨日の夜しようと思って、でお姉ちゃんの荷物届きに行っとったからパッキング一個もしてない。やばい。お、頑張ろう。2時間あれば終わる。いや30分で終わらせます。まあ頑張ります。あと視力が命なんでね、
コンタクトだけは絶対に忘れないようにしないと私は終わっちゃうので、みんなが見えない見えないよ、番号見えない見えないよ、ぶつかりまくりのオンパレードになっちゃうので、40秒で支度しな、むず。まあ、とりあえず10時らへんにまあ終わります。でとりあえずパッキングをまあね済ませたりとかしたい気持ちがあり、まあ11時からまあ始めるかなって感じです。はい、ちょっと昨日チキン食べたからかな、若干むくんでる感じもするけど、まあいっか。若干むくんでる感すごい。そう、オーバーチャーバリテンション上がります。わーおーおおおもうやっと、それこそあれなんです、飛行機とかの離陸とかの時に、オーディションの時はイコラブさんのエミさんのオーバーチャー聞きながら離陸着陸してたわけなんですけれども、やっとその離陸着陸セトリの中にあのニャジュイのオーバーチャーが入りますね。でんでんでんでるんでんって、そう、前のリップ好き、口え、リップでもね、口はあの塗りやすい、めっちゃ塗りやすい。え、それこそイコラブさんのおばあちゃんとか、テレレテレレレレレレレってめっちゃテンション上がるし、ノイミさんもチャン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 ってテンション上がるんですよ。そう、それこそあの上空でクラップしてた、全グループ。そう、そうなんですよ。じゃあさらっと団長呼んどこかな。え、団長呼んだ方がいい？1時間後にまたするけど、団長呼ぶ？まあ、さらっと読んどきますね。13位浦海王さんありがとう。12位ちゃんなかありがとう。11位東湯ありがとう。10位りょうありがとう。9位スワロテルありがとう。8位ひできくんありがとう。逆だったね。9位ひできくんありがとう。7位あ、じゃあ8位スワローテイルありがとう。7位ワマありがとう。6位ハイチありがとう。5位ポクポクありがとう。4位レンリありがとう。3位トモありがとう。トモ今日も来てくれてありがとう。2位カイ、あ、動いてます、動いてる。前さん供給、あ、画面酔いが、ツアー頑張るよ、ありがとね、ありがとう。1位今日ありがとう。今日たくさん応援してね、これからもよろしくね、ありがとう。はい、皆さんありがとうございました。まあできたら1時間後にやろうかな、やんないかなって感じなんですけど、待っててください。じゃあね、バイバイ。あ、ちょっと待て、ちょい待ち、ちょい待ちです。1時間後にやるかどうかは分かんないんですけど、もしも時間があったらやりますし、え、待って、半袖ってバレた。
そう、時間があったらやりますし、時間がなかったらやんない。クリスマスイブに半袖です。どうですか、君の推しメンは面白いですよ、はい、安心してくれ、俺も半袖、みんな半袖で行きましょう。季節感はゼロです。でもこれからもよろしくお願いします。ということでね、1時間後にまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。